細川雄斎、細川藤高は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、戦国大名、家人。陽名は万吉、元服して藤高を名乗る。画号は雄斎、法名を源氏という。はじめ室町幕府十三代将軍、足利義輝に仕え、その死後は、織田信長の協力を得て十五代将軍、足利義明の擁立に尽力した。 後に、吉明が信長に敵対して、京都を追われると、信長に従って、名字を長岡に改め、単語国宮津十11万国の大名となった。本能寺の変の後、信長の死に準じて停発して、家徳を忠興に譲ったが、その後も、豊臣秀吉、徳川家康に仕えて徴用され、近世大名日後細川家の石となった。また、二条流の角を伝承者、 三条にしみえから、ここんでを受け、金星科学を体制させた、東大一流の文化人でもあった。天文三年四月二十二日、三淵春院の次男として、京都東山にて誕生。くしくも五月十二日生まれの織田信長とはわずか二十日違いの誕生だった。天文九年、七歳で、泉半国守護、細川元常の養子となったという。しかし、 ハレインと共に十二代将軍、足利義春の近親であった、細川春広を養父と見る説も、近年有力視されている。天文十五年、十三代将軍、吉藤の返記を受け、藤高を名乗る。幕臣として、義輝に仕え、天文二十一年に、従法した兵部大輔に助任される。a 六8年に、義輝が、三好三人衆に打たれ、 その弟の一乗院閣系が、幸福寺に遊兵されると、兄、三淵藤秀をはじめ一式藤長、和田ま政、二木吉政、米田旧政らと協力して、これを救出し、大見国の六角吉方、若狭国の武田義宗、越前国の朝倉義影らを頼って、吉明の擁立に奔走した。当時は、貧窮して、灯籠の油にさえことかくほどで、仕方なく、 社殿から油を頂戴することもあるほどだったという。その後、明智光秀を通じて、終わり国の織田信長に助力を求めることとなる。A61 年9月、信長が義明を報じて入居し、藤高もこれに従った。藤高は、山城国小流寺城を、三好三人衆の岩成智道から奪還し、以後山和国や摂津国を転戦した。 義シと信長の対立が表面化すると、元気四年三月、軍勢を率いて上落した信長を出迎えて、教順の姿勢を示した。義シが信長に逆信を抱く不死があることを密かに、藤高から信長に伝えられていたことが信長の手紙からわかっている。義シが追放された後の七月に、桂川の西、山城国長岡一帯の治療を許され、名字を改めて、 長岡藤鷹と名乗った。8月には、池田勝政、三淵藤秀と共に、岩成智道を山城淀城の戦いで滅ぼす功を挙げ、以後は信長の武将として、機内各地を転戦。高谷城の戦い、越前一向一期征伐、石山合戦、奇州征伐のほか、山陰方面軍総大将の明智光秀の寄力木としても活躍した。天正五年、 信長に反旗を翻した松永久秀の小森山と市山次郎を光秀と共に落とした。天正六年、信長の勧めによって嫡男忠興と光秀の娘玉の婚儀がなる。光秀の寄力として天正八年には長岡屋単独で単語国に侵攻するが、同国守護一式氏に反撃され失敗。後に光秀の火星によってようやく、 丹後南部を平定し、信長から丹後南半国の領有を認められて、宮津城を居城としたの領有が信長から認められた。公衆性伐には一式三つる神と共に出陣。余談となるが、同年正月十二日付の信長から藤高宛ての国印城にて、終わり国地と半島で取れた芸肉を信長が朝廷に献上した上で、 家臣である藤孝にも裾分けする胸を述べている。天正10年に本能寺の変が起こると、藤孝は上役であり、親戚でもあった光秀の再三の要請を断り、提発して、画号を有才原始とし、田辺城に隠居、忠興に家督を譲った。同じく光秀と関係の深い筒井淳慶も参戦を断り、軍事力的劣勢に陥った光秀は、 山崎の戦いで廃止した。老人雑話には、明智、はじめ細川雄才の親なりとあり、両者の羊の上下関係は、歴然としていることから、雄才には、光秀の支配下に入ることを、潔しとしないところがあったとする説がある。一方、丹波半国の一式氏は、明智方に加担した。秀吉の命を受けた細川氏は、同年9月に、 一式義し手を傍殺し、弓、騎城など、一式氏の領土を併合した。前室のように、一式義貞は、藤高の娘婿であった。その後も、橋場秀吉に徴用され、天正十四年に在京領として、山城西が丘に三千国を与えられた。天正十三年の奇襲征伐、天正十五年の九州平定にも、武将として参加した。また、 梅北大旗の際には、上司として、薩摩国に赴き、島津加蔵入地の改革を行っている。この功により、文禄四年には、大隅国に三千国を加造された。有才は千里宮や、木敷王子らと共に、秀吉側近の文化人として長遇された。忠興も佐藤に造形が深く、利休の皇帝の一人となる。一方で、徳川家康とも親交があり、 慶長3年に、秀吉が死去すると家康に接近した。雄才がこもった丹後田辺城、慶長5年6月、忠興が家康の合図征伐に、丹後から細川家の軍勢を引き連れて参加したため、雄才は三男の細川行高と共に五百に満たない手勢で、丹後田辺城を守る。7月、石田三成らが家康討伐の兵を挙げ、大阪にあった。 忠だの婦人柄者は包囲された屋敷に火を放って自害した。田辺城は、小野木重勝、前田重勝らが率いる1万5000人の大軍に包囲されたが、雄斎が指揮する老城勢の抵抗は激しく、行位軍の中には、雄斎の稼働の弟子も多く戦闘意欲に乏しかったこともあり、長期戦となった。雄斎の弟子の一人だった。 八条宮都市人信能は7月と8月の二度に、渡って、講和を働きかけたが、有罪はこれを謝絶して牢情戦を継続。死者を通じて、古今州証明状を八条宮に送り、現時賞と21代和歌州を朝廷に献上した。ついに八条宮が兄御用税天皇に創生した、ことにより、三条西美城、中野院道勝、唐島光弘が直視として、 田辺城に下され、関ヶ原の戦いの2日前の9月13日、直命による講和が結ばれた。有罪は2ヶ月に及ぶ、牢城戦を終えて9月18日に城を明け渡し、敵将である、前田主義勝の丹波亀山城に入った。忠沖は、関ヶ原の戦いにおいて、前線で、石田三成の軍と戦い、戦後部全国国ら半39万9000国の大砲を得た。 この後、長岡氏は、細川氏に服し、以後長岡生は、細川別姓として一門、重臣に授けられた。その後の有才は、京都吉田で悠々自適な晩年を送ったと言われている。慶長15年8月20日、京都三条車屋町の自邸で死去。去年77。有才の所領6千国やその他の資産は、 死後に整理され、次男の京元の下谷国も手義範囲一万国立藩の足しとして、あるいは、慶長9年に、忠沖から拝着された、有才の孫の長岡急務への細川家からの、京都院居領として、受け継がれた。京都市左京区南禅寺副知長の随流さん、太平広国南禅寺の達中寺院である、天寿庵に墓がある。その他に、孫で忠沖の子忠都以降、 子孫が、肥後熊本藩五十四万国の藩主となったことから、熊本の辰田山のふもとに建立された、細川や菩提寺の大河地寺にも描書が造営された。また、有才の菩提書として、忠興により、大徳寺山内に建立された達中が、高等院である。江戸時代後期に編集された、完成重修書家府によれば、有才の父は、三淵春院、母は、 佐氏市慶院である。同所の正規や教法年間に成立した細川明,明などは、佐氏市慶院が将軍、足利義春の子を見ごもったまま晴れ院に嫁いで、有才を生んだと記しており、事実ならば、足利義輝義明の書兄にあたる。関西重修書家府は、有才は7歳で、叔父の細川元常の養子になったとする。江戸時代前期に編纂された。 関英書家系図伝では、祖父の細川外遊の養子となったとされるが、元遊は、明王九年に戦死しており、年代が合わない。また、元常の実子とされる、細川春貞を養父と見る説もある。この細川春貞は、天文十九年までは存在が記録されているため、その生存中に、元常が果たして、遊妻を養子に迎えたかという疑問が生じるためである。 いずれにしろ有罪は、三淵氏から泉氏後細川氏の養子に入ったと長い間考えられていたが、そうではなく淡路氏後細川氏につながる系統を継いだと考える説が近年有力になっている。関営書家経図伝編纂の際に、息子の細川忠興が幕府に提出した文書には、有罪派、細川伊豆とやらん、細川行部醤油とやらんに養われ、 国衆にまかりむか成功とある。この細川行部醤油については、従来、細川刑図の記載によって、細川元爪と理解されていたが、三淵春院も仕えていた、将軍、義春の謹慎に行部醤油を称する細川晴広がおり、その父の細川高久が、伊豆守を称している事実から、彼らが有罪の養父、養祖父だったとする説である。 また、永六六年書役人府にも国州と記されている、藤高が、戸山州の価格である、泉守護家を継いだとすることの不自然さを指摘する、見解もあり、近年有力視されている。伊豆守隆久の父、細川聖聖は、大見源氏佐々木一族の大原氏の出身であり、八大将軍、足利義政が、聖魔ことを謹慎に加えるために、 足利一門の細川名字を名乗らせるべく淡路守護、細川氏の養子となるよう命じたという。この指摘によるならば、雄才が養子となって継いだのは、泉守護家とは、系統の異なる淡路守護家の支流ということになる。なお、雄才の実父、三淵春院についても、細川元常の弟とする説を疑問視して、張馬国に下校していた幕臣の三淵孫三郎の、 弟であったとする説もある。この指摘が事実ならば、有才は実方においても、泉守護細川氏にはながらない可能性がある。ビミ球心 .com 細川有才ありがとうございます。